白蛇とは、発火現象を起こした蛇である。その希少性により、日本各地で縁起の良い,い動物として、信仰の対象となっている。台湾東園市山桃区白蛇病白蛇熊本県、玉名郡では、弁災天の使いとして、富をもたらす存在として知られるが、神奈川県では、白蛇ではなく、ただの蛇が弁災天の使いであり、白蛇も蛇も、 本質的には同じ扱いである。また水神としても有名である。これは、その他多くの蛇神と共通するものでもある。諏訪神社の神詞など、多くの神社、仏閣で祀られている。この他の俗心として、秋田県では、出会うと災難が続く。奈良県では、殺すとその魂が夜に出て、首に巻きつく。愛知県では、白蛇を見ると死ぬ祀ると福がある。 キー北部では、白蛇には触るな、などがある。多くの場合、殺すなと戒めているが、前日の天理師の伝説の場合、とんど、火という宗教行事が関係している。山品京ことの日記、山品教記には、o a 12年8月23日以降のこととして、文庫の壁塗りのため、古壁を壊したところ、白蛇が現れたこと。 27日に内壁を塗った時にも現れたため、目撃した人物の名前も記したことなどが残されている。この記録は当時の苦行社会においても同様の俗信イコール白蛇は神の使い、白蛇は土蔵の神という認識であったことがわかる。ありがとうございます。